ること1日前。おはようするち。あ、おはようすだち。今日顔色悪いけど何かあったの？うん、今日龍の妹夏から聞いた話なんだけど。よし、おいしいものを作るぞ。うわー、お兄ちゃんが料理なんて珍しい。夏はテレビ見ながら待ってるね。あいつ失礼だな。俺だって料理するときはするよ。よし、できた。我ながら美味しそうだ。夏、部屋の中を走るのよ。え、夏ずっとテレビ見てたよ。あ、本当だな。確かに今足音、走る音が聞こえた気がしたんだけどな。あの音は何だったんだ？ま、いいや、ご飯でも食べるかって。あれ？今俺が作った卵焼き定食がない？夏、卵焼き定食もう食べたのか？だから夏、テレビの前からずっと動いてないってば。何がなくなったっていうの？今誰かが走る音が聞こえて卵焼き定食を取りに行ったら、作ったばかりの卵焼き定食がなくなってたんだよ。でも今この家には私とお兄ちゃんしかいないよ。誰がそこにいるのか？誰だ？ってえ、スプーンが落ちてる。それにこれ俺んちのスプーンだ。なんで？っていうことがあったみたいで。何それ、怖っ。それが龍の家だけじゃなく、他の友達のところにも次々不気味なことや怪奇現象が起こってるっち。何それ、怖すぎるよ。次は私たちの身にも何か起こるかもよ。もうココナってばすぐビビっちゃうんだから。若葉、何かあったらすぐに連絡を取り合いましょう。ココナに何かあったら俺がすぐに駆けつけるから安心するだぜ。分かった。何かあったらすぐにゴンゾーに連絡するから。おお、ただいまー。ああ、こんな時に限って誰もいないなんて怖いっち。うん、ママからの手紙が置いてあるっち。ちょっとお買い物に行ってきます。おやつを食べて待っててね、ママより。やったー、おやつだ、おやつー。っておやつってお皿しかないじゃん。お皿だけ置いておやつを入れ忘れるなんて、ママってば本当おっちょこちょいだっちね。ん、今足音みたいなのが聞こえたような。あ、そういえば夏、卵焼き定食もう食べたのか？だから夏、テレビの前からずっと動いてないってば。これももしかしてママが忘れたんじゃなくて、龍の家みたいに姿の見えない誰かが怖いっちー。ママが帰ってくるまで布団かぶって寝てよって。俺いつも布団きちんと直しておくのに、まさかママが俺の布団で昼寝を？いや、でもママが寝るにはこのベッドは小さいか。うん、絶対そんなわけないよなって。うわー！髪の毛、なんでこんなところに髪の毛が。俺の色とも違うし、ママの色でもない。これは一体誰の髪の毛だっち。あんな話聞いたら怖いよね。あ、ママだ。お庭で何かしてる。ママ、ただいまー。ママ、ママ。あれ、ママ聞こえてないのかな。まあいいや、早く帰ってジュース飲もう。うん、ジュースジュース。あれ、ママ？おかえりなさい。え、ママ、今お庭にいたじゃん。なんでキッチンにいるの？何言ってるの。ママずーっとキッチンで晩ご飯の支度をしてたわよ。ママがお庭にいたってどういうこと？じゃあさっきのママじゃない女の人は誰？ママの顔だったし、ママの格好もしてたんだよ。そんなわけないじゃない。お庭に行ってみる？でも絶対いたんだって。あれ？でもいない。ほらね、誰もいないじゃない。見間違いじゃないの？いやいや、2人揃って見間違いなんてあるわけないじゃん。確かにレイとメイが私を間違えることなんてないわよね。じゃあ私にそっくりって一体誰がいたの？いやー！っていうことがあったんだけど、怪奇現象なんてまあそんな簡単には起こらないよね、ナナ。はい、でもナナはむしろ興味があります。怪奇現象とか幽霊さんとか大好きでちゅ。好きとまで言えるナーナはすごいね。ママ、今の話は忘れて一緒にアニメでも見よう。この天気予報が終わったらアニメが始まるよ。今日の天気をお知らせします。九州北部の天気予報は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は午前午後ともに 10% でしょう。傘は持たなくて大丈夫です。日中の最高気温は11度、最低気温は6度となる見込みで、前日より最高気温は1度低く、最低気温は4度低いでしょう。なあ、今テレビの向こうの窓の外を見た？なんでちゅか？天気予報見てたから窓の外は見てませんでした。私の見間違いかな。なんかとてつもなく大きな女の顔が。いや、見間違いだよね。絶対見間違いだよね。早くまたアニメ始まらないかな。キャー！見て、外見て。やっぱり見間違いなんかじゃない。こっちを見てる。何かうちに用がある人でちょかね。がわからないとか？いや、ナーナ、そういう問題じゃなくって、どう考えても普通の女の人じゃないじゃん。普通じゃないって、もう中に入ってきてますよ。キャー！出たー！お姉ちゃん、ちょっと待ってください。今絶対女の人いたよね。いたって思う人はコメントでいたよって書いてね。それにさっきの女の人の顔が怖かった人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ココナに何かあったらすぐに行ける準備をしておかなきゃだぜ。たった今だぜ。これは誰の靴だぜ？おう、ゴンゾー、お帰りだぜ。パピーは今家に一人かだぜ。おう、マミーとローズは少し前に買い物に出て行ったぜ。じゃあ玄関に置いてあるこの靴は誰の靴だぜ？玄関？俺も初めて見たぜ。マミーとローズが帰ってきたら聞いてみようだぜ。ゴンちゃん、ただいまざます。とっても楽しいお買い物だったざます。お帰りだぜ、マミー。ところで玄関の茶色の靴はマミーかローズのかだぜ。ずいぶん履き古した見たことのない靴だったぜ。靴？何のことざますか？そんな靴、私たちが家を出る時も帰ってきた今もなかったですわ。そんなことないぜ。ってあれ、本当になくなってるぜ。確かにあったの俺も見たのにおかしいぜ。すだちんちに知らない人の髪の毛があった？レイとメイのママにそっくりな誰かが庭にいた。そして私んちには超でっかい顔の人。ゴンゾーの家には誰のかわからない靴があって。なくなった。私たちみんな変なことが起こってるんだ。なんだか怖いな。ただいま。あ、お姉ちゃん、お帰り途中。あれ、ママは？ママはおばあちゃんのところに行きました。だから帰りが少し遅くなるかもって。それでご飯作って行きましたよ。二人で食べなさい。言うのはやめよう。なんでもない、なんでもない。じゃあ二人で先に食べてよっか。はい、ごちそうさまでした。食事中は特に何事もなかった。じゃあママが帰ってくるまで気分転換にテレビでも見てよっか。はいでちゅー見つけた。あははは、ウケる。ねえ、ナナそれにしてもこんなに窓がずっと開くなんてすごい。強風でも吹いてんのかな。ねえなあなあ。ん？なんなん？どうかしたの？いや、なんでもないです。ならよかった。いきなり窓ガタガタなってびっくりしちゃったよね。鍵閉めておこうっと。よし、まあオッケー。ん？なんでもないですよってナーナ赤ちゃん言葉じゃなかったような。まあいいか。よし、テレビの続き見ようっと。ってあれ、消してないのに勝手にテレビが消えた。え、電気まで消えた。なんで真っ暗で何も見えない。ナーナ大丈夫？待ってね、すぐ電気のスイッチを入れるから。ついた。ほら、もう大丈夫だよ。安心して、ナーナ。キャー！ナーナ？なんで笑うの？いたずらしながら好みの人間を探してたけど、やっと見つけた。この子の体を乗っ取って、ずーっとここに住み着いてやる。ここだ！大丈夫かなぜー。お前は誰だ。おお、ココナが気絶してるぜ。お前こそ誰だぜ。そして俺のココナに何をしたぜ。幽霊が可愛いなのに乗り移ってるのかだぜ。私は成仏できず、ずーっとこの世をさまよってきたけど、これからはこの赤ちゃんとして生きる。そのために何かが変と気づき始めている。こいつは邪魔なんだ。なんだと？俺の大事なココナを傷つけたり、ナーナに取りつくなんてそんなことさせないぜ。俺が体を張ってナーナに取りついた悪霊を出してやるぜ。何をするつもりだ。覚悟しろだぜ。ジャイアントスイングだぜ。うわー、やめろ、苦しい。悪霊は逃げろだぜ。うわー、私どうしたんでちゅか。ナーナー、あ、今度もお姉ちゃんこそ大丈夫でちゅか。いやいや、ナーナこそ大丈夫。私がナーナに触って、そこからは何も記憶がないよ。もう大丈夫だぜ。悪い霊がナーナに取り付きそうだったけど、この俺がジャイアントスイングで倒したぜ。ゴンゾーがたまにはいいこともするもんだね。ナーナを助けてくれてありがとね。ココナが困ってたら助けるのは当たり前だぜ。やっぱり持つべきものは友達でね。この動画が面白かったらチャンネル登録して次の動画をお楽しみに。